ポメロブラッディベルベットよりチーム紹介コメントです。パワームーブを連発し会場を沸かせるりょうやさん、練習場所にはいつでも一番最初にいて、毎日限りで努力して頑張る背中を見続けさせてくれました。冷静な判断力と安定感のある技術でチームを支える太一さん、いつも謙虚に練習に取り組んでいる姿がかっこよかったです。人を引きつけるキャラクターを生かして会場を盛り上げてくれる健吾さん、いつも楽しそうに練習している姿に元気をもらいました。圧倒的な存在感と迫力で見る人の心をつかむメイさん、いつも明るく接してくれて僕たちを引っ張ってくれました。この4人をまとめ上げ、パフォーマンスでは一番かっこよく飛び切るリュウスケさん、僕たち後輩に一番寄り添ってくれて、ずっと上を見続けさせてくれてありがとうございました。個性的な5人から構成される私たちの大好きな先輩雲海蒼天、高い技術力はさることながらコミカルな要素を入れて観客を独自の世界観に引き込む演技力は文字通り唯一無二です。こんなに素敵な先輩方と一緒にダブルダッチをできて本当に幸せで誇らしい日々でした。雲海蒼天の後輩として DSP の一員でいられて幸せです。本当にありがとうございました。ずっとずっと大好きです。それでは雲海蒼天のラストステージ、ぜひお楽しみください。それではやっていただきましょう。18代目雲海蒼天。Oh yeah. All right. Check this out.大丈夫ですか。すいません、もう一度行かせていただきます。それではやっていただきましょう。18代目Check this out.
ルパフォーマンスです。それぞれの個性が光る素晴らしいパフォーマンス、ありがとうございました。全開。あ、失礼いたしました。それではチーム代表者よりコメントをお願いします。お疲れ様です。はい、総帥の龍介です。ちょっとたくさん話したいことがあったので、それを持ってきました。まずは向井総帥のラストステージをいただけてくださりありがとうございます。向井総帥のチームへの依頼は、努力して試練を乗り越えて一番いい結果を望めるっていう意味なんですけど、そこそこいい結果を残したんですけど、ちょっとメンバーの裸感は分かりませんけど、まあ成功したこともあったんですけど、つらり失敗の方がもちろん多かったです。自分たちの方向性が定まらず悩んだり、 大会近くに意見ぶつかって気まずかったり、立ったり一緒によく行ったり、一人でしちゃったり、運動会したり、怪我して大会棄権したり、瞑想して大敗北したり、まあ今日は何やかんや5人で一緒にできたり、どんな時も一緒に走り続けてくれたチームメイトには本当に感謝してます。さっきの紹介文にもあったんですけど、マジでいつも練習してる今日や、ショーケース中にちょっとお腹出してよってなんか無茶ぶりしても、えやるよって言って、自分作る時の相棒でこんなの回しても回してくれた位置、お手本みたいな子を言ってんで、自分にしか出せない世界観を出してくれる。はい、チームで悩んでる人たちはいっぱいいると思うんですけど、まあ、僕はこの運外装填っていうチームを2年半やって正規チームの素晴らしさを知ることができました。嫌なこと大変なこととかたくさんあると思うんですけど、まあ努力して試練を乗り越えていけばいい結果を望めるかもしれない、知れません。もう少し頑張ってみてほしいです。改めまして、運外装填を応援していただきありがとうございました。ありがとうございました。運外装填でした。